それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。プレリュードシティ、これはいいスタートを切りました。ディープカルン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してプレリュードシティ花に立ちます。その後ろからはディープカルン、この馬も上がっていく構えです。さらにはダノンデサイル、14番カズゴルティス、その後ろ先手を取ったのはディープカルン、少し離れてシンエンペラー、続いています。少し開いてサトノシュトラーゼ、内からはオールナット、並んで2番ルカランフィースト、コスモエスメラルダ、それに続いています。その外にコスモキランダ、ウーオウプロサンゲ、そのうちに続いています。その隣にパワーホール、オレンジの帽子ディスペランザ、その後ろシンガリからギャンブルルーム、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭は依然としてディープカルム、ディープカルム、さらにリードを広げます。2番手はプレリュードシチー、間を挟んでダノンデサイル、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はディープカルム、離れてプレリュードシチー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディープカルム先頭、残り 200m、 ここで先頭変わってプレリュードシチー、2番手はディープカルム、プレリュードシチー先頭だ。プレリュードシチー、プレリュードシチー、1着、2着はキープカルム、3着にサトノシュトラーセ、プレリュードシチー、見事このレースを制しました。